とか下さんがいた頃からずっとやってる方なので、そうっすね、まあ、あの中日会はね、みんなね、このガイルの洗礼受けてガイル戦始まってますから、まあ、そうですよね、忘れもしないよ俺も。最初にロイヤルいた時に勝てなくて終わったの、何十連敗、30連敗ぐらいしたかもしれない。あ、そうなんですか。そういうレベルだった気がする。いや見てから、うん、なんかすごい打ち合いっているのに詰めている、なんだろう、意外とラビットに使うのかな、投げ返し、マジで。うーん、まあね、コパンの後からかな。まあでもこれ人読みもあるのかな、前によるのは。うまい、あー中段すごいね、今ガードしてるのがすごい。でガイルは空中あれだと有効な技ないですからね、うん、前ジャンプを祈って中が一、うん、そうですね、あそこまで行くとそれぐらいかな。さあサマーで落として行かない、うん、行かないで画面を押す。さあ歩き中足で、ちょっと最近瀬尾さんがガイルのめくりに対してちょっとネタでろくにめくれないっていうのを編み出しちゃって。あ、そうなの。もしかしてそれを警戒してるのかな。さあしっかり拾って、早い、早かったな、うん、今のこの2人やってんのかな、そもそも。あ、いや瀬尾さんがチュンリーになってからはやってないでしょ。なんかそうそう、怪しいよ、そこが怪しくて。竜の頃はやってたと思いますけど、うん、瀬尾さんもまあ竜では一応昔からやってますから、こっそりやってたからね。まあチュンリーも使ってたけど、まあ基本竜だったと思いますよ。投げ返す、すげえな。ヘロ、オーストラリア人。オーストラリアはオーストラリアは何が出んだっけな。オーストラリアといえばギゼルバイソン、ヘラクロスだっけな。え、拾う、やっぱ拾うんだね。繋がってない。いやー熱いな。瀬尾さんこれやってるんですか、中野ガイルさんとは。やってない、やってないですよね、うん、久々。ちょっとね、今こっちに住んでないですからね、中野ガイルさんは。みたいですね。場所は行っていいんだかどうかわかんないけど、とりあえず伏せておきますけど。さっき言ってたよ。いや言ってたの、ニガさんが。あ、じゃあいいんだ。でもなんか俺もそういえば聞いたことあるわ、うん。今は、中野ガイル VS 瀬尾チュンリー、5先なんていうんだろう、5ポイントマッチ。なんか見たけど忘れた。5ポイントマッチ。お、拾う、うん、5ポイントマッチでいいのかな。いいでしょう。いいのかな、まあそれっぽいけど。今は瀬尾チュンリーが1ポイント確かに。今の怪しい取れんの大パンでしょ。怪しい取れんのやばいな。今立ち台系だって、うん、大パン、あ、ガエルが大パンってことね。ガエルは垂直大パンは一番判定強いんで、下に。あれ怪しい取れんのやばいな。なるほど。さあしっかりガードして、下がった隙にソニックを打って前進する。さあ今度は出なかった。瀬尾さんに焦りを感じます。いや、なかなか追い詰められること多分ないですからね、うん、なんか攻め手に関してなんか全部投げ返しだったりされて、ちょっといいや、なんかちょっと空気が悪い感じを出しちゃってる感じがね。そうなんですね、なんか上手いガエルは追い詰められるんですよね、うん、あの無手ガエルもあんな感じなんですよね。確かにね、なんか勝手に画面足で延々とペシペシやられて、うん、気候も打てないみたいな。なんか言って、そう、いや出た、あー気温ない、まあそっか、まあそんなもんか、でかい、うん、死にかけですね。あれはきついな。セオチュンリーが 2-0、 はい、
さすがに闘魂さんのようにはいかないですね。ガードが硬い。お、ああ、なるほど。そう、あの小中ソニックはね、かなり有効な気がする。うーん、まあちょっと今の距離はね、ゲームもちょっとやりづらい位置だから、強肩怪しがいいぐらいかもしれない、はい、今の半分見てからですね、完全に見て待っちゃうとまず間に合わないので、うん、お、うまっ、大パン。さあ投げる、抜けてない。そう、これあれがね、あれがなんか上手い人やるんですよね。やる人いないんだよな。落とす。よく見てた。戦略読みかな。お互い読みがね、いい感じ。ヘルーヘルー。3-0。さあ、なかなか追い詰めてからが厳しい感じがありますね。やっぱ瀬尾さんのその球のさばきが多彩なので、なかなか絞りづらい、うん、そうね、やっぱ対応なんで動きが分かってないとこれで落とすっていうのがパッとできないので、うん、難しいところはあると思います、かなり。特にジャンプされるとかなり限られるので、地上は見てから落とすとかいろいろ。飛び回すの瀬尾さん上手いね。お、この後投げられない。あれ、そう、大橋実はまだしても繋がってなかったけど、繋がってないね、めくりが繋がってないパターンが多い。ただ瀬尾さん、さっきから多分あの飛ばせた後のアントビの確定投げがあの全部取れてなくて、結構瀬尾さん悔しがってると思うんですよね。今取りましたけど、投げられてるって、うん、投げそう。ビンタを止める。中継強いな。あ、落ちない、うん、この場合はガイル地獄で、また溜めてからみたいな感じで終わる。下がらないからやばいですよね、うん、4-0。すごいな、いつの間にお前も大きくなったなみたいな感じですね。ただ瀬尾さんがチュンリーになったのがここ1年ちょいっていうのがやばいですね。周りにいっぱいいたのに1、2年、まあサブで使ってるのはちょいちょい見たけどね。まあそうだけど、もうなんか中野ロイヤル時代からちょっと見たことはあったけど、でもかなり少ないですよね、うん、配分的には、まあ、そうね、ほぼ竜だった、うん、あ、今のは半分見てからですね。これ結構ヒットしてな、うん、5ヒット。あ、川島さん来てる。何、誰とやる、誰とやりましょうか。あ、やっぱあれなかなか位置によっては難しいな、あれ落とすの。水族ダイバー、あれトルネーディで落とす。トルネーディか、なるほど。まあ判定的にはいいのかな、うん、まあ攻撃判定出てないからぶっちゃけ何でもいいんだろうけど、歩くのがね重要、歩いた上で、うん、正解っぽいね、トルネーディは。いやー今くぐったのに、超パン、超パン、なるほど。あれあれ DJ でやろ、 DJ でやる、できると思う。いや、あれはそれ前にも言ったけど、引きつけて中弱やって、その前についにピヨって投げる、投げる。さあ、なんとか5連敗を食い止めて
あ、1勝目4-1ですよね。4-1とりあえずリーチかかったでしょ。4-1、なんか今日僅差で終わんないのかな、みんな。あ、ピオル、ピオル珍しい。あれ、スカルンだ。当たんない仕込みっぽい。いやー、誘ってる、投げる。さあ、サマーの、おー、今のはいい。あ、高返し、これだけ。これちょっと動きが良くなってきた感じがする中野ガイド。いやー、打ちてくるね。うん、今のいい。オーラパンチにも、まあ下にはね。あれ、2 4-2 乗ってきた。これちょっと X ゲームは後でここだけ、はい、開けといてください。ちなみにやりたい人いないですか、ご先。いません。いないですか。いやー、今みたいな、うん、あーでも安い、安そう。さあ、素直にパンス。ハマーが当たんない。あれ下がってんのかな。いやー、すかし、あ、先月の後、そう、あー、ちょっと下がる。まあ動かなきゃね、基本的に。画面端だとなんかあれ食らっちゃうイメージだけど、あのガイルがね。それか、ソバットサマーなんだけど。あー、そう、それがいいかもね。出てないか、うん、くぐって、逃げて。地上は痛い、地上は痛いぞ。7ヒットかな、8だ。運が悪い。ガイルにはなかなか戦列は8ヒットしないよ、その後のテンションを含めて。6ヒットしたってことでしょ。4が一番多い勢い。そうだよね。5が出てもラッキーだと俺思うもん。8はやばい。いやー、なんか相打ち狙ってんだけど、そうか。あー、ビンタ、耐久しっかり。いやー、きついですね。いやー、ありがとうございました。